ありがとうございました。あ、あれ、あ、あ、あ、何やってるんですか。触んないで、触んないで、触んないで。ね、私あの日の放課後、2年 A 組の菊池梨香さんがここにいるのを見たのよね。え、なんでさっき言わなかったのよ。だってそれだけで羽扱いするみたいなの嫌じゃない。沢井先生、お金の挟んであった本見せてもらえます？あ、はい、これです。少し預からせてもらっていいですか？はい。ちょっと。あ、お帰りなさい。あなた、この間から変よ。え？何が？何か知ってるんじゃないの？何の話だかさっぱり。とぼけないで。例の盗難事件よ。お金を盗んだのが生徒かもしれないって話が出てからは特に様子がおかしいわよ。正直に言いなさい。何を知ってるの？もしかしてあなた、誰がお金を盗んだのか。知りませんよ。このままうやむやにするわけにはいかないのよ。人間、多少緩いところが必要だって秋山先生も言ってたじゃないですか。今緩くしてる場合じゃないでしょう。もし生徒がやったんだとすると、その生徒は今悩んでるかもしれないのよ。でも教師が生徒を疑っていいんですか？自分を信じてくれない先生なんて生徒だって信じませんよ。私だってそんなことしたくない。でも自分の気持ちと違うことをしなきゃいけないことだってあるでしょう。それも教師の仕事なの。だったら僕、教師なんて辞めます。こんなことで逃げ出す気？どうせ僕は情けない人間ですから。嘘よ。え？あなたはこんなことで逃げ出すような人じゃない。こんな短い間一緒にいただけで僕の何が分かるって言うんですか？私には分かるの。なんで分かるんですか？分かるから分かるのよ。適当なこと言わないでください。適当なことなんて言ってない。お世話になりました。すれば、はあ、今さら車に乗せろって言ってももうないよ。返したから。いや、あのさ、妹さんまだいんの？あ、実家に帰らないって言い張ってるよ。そっか。あ、女と喧嘩でもして家を追い出されたのか？そんなんじゃないよ。まあどんな女と付き合ってるか本当のこと言えば止めてやってもいいけどな。いや、あ、俺なんか変わったかな？どうしたんだよ急に。俺教師になっていろいろあってさ、なんか
どっちに進んでいいのか分からなくなっちゃって。何があってもお前はお前だよ。そっか、そうだよな。おう。それじゃ。お疲れ様です。何かあったの？いや、そういうんじゃなくて。そういうんじゃなきゃ何なの？ちょっとすいません。それじゃあ上坂先生は理香がお金を盗んだって言うんですか？いや、そうは言ってないでしょ。俺は君がそんなことする人じゃないと思ってる。だったら信じてくれたっていいじゃない。信じたいよ。でもこういうことは誰かが確かめなきゃいけなくて、こんなこと聞いたら嫌われるんだろうし、やりたくないけどやらなきゃいけないのかなって。だからとりあえず切ってみたんだけど、こういうのって思い切って聞くのって難しいよね。どうしよう。じゃあはっきり言うよ。とにかく私はやってない。じゃあ時計を買い戻したお金は？お金は本当に親戚のおじさんがくれたの。うちの父はお金借りるのが嫌で、おじさんがお金貸してやるっていうの断ってたの。だったらせめて私にだけはって。おじさんがうちの父には絶対内緒だよって。分かった。それじゃあね、上坂先生。先生、お話があるんですけど。あ、ごめんなさい、今それどころじゃないの。なくなったお金が出てくるかもしれません。え？お金が出てくるってどういうこと？この本は沢井先生がお金の入った封筒を入れておいたものです。私はこの本を調べてみたんですが。犯人の指紋が？いいえ、この本の中にこんなものが。レストランのレシートです。食べたものは鴨三昧コースドリンク付きで2500円。え、私そんなの食べてません。ですよね。このレシートを見ると一人で食事したようです。沢井先生は一人で外食する習慣はありますか？ありません。じゃあこの中で一人の食事に慣れてる人は？ああ。え？私？あ、ビストロパリジェーヌ11月1日。あ、私行きました。ここ美味しいんですよ結構。なんで秋山先生のレシートが沢井先生の本に？秋山先生、この本に見覚えは？あ、この本なら私も買いました。でもその本はうちにありますけど。本当に？ええ。
一冊あげる。ありがとうございます。どうかしました？間違えて2冊買っちゃったんで、1冊上坂先生にあげました。もちろん学校でですよ。学校以外のどこであげるんですか？つまり秋山先生は上坂先生に同じ本をあげた。その本はつまり沢井先生の隣の席にあったということです。じゃあ本が入れ替わったとでも？そう考えるのが論理的です。でも私は本をここに置いたままだったんです。そんな入れ替わるような。失礼します。すいません、会議中なんで。掃除は後で。ごめんなさい。すいませんこっちです。見つかってよかったですね。そうだからもういいの。よくないですよ。え？俺教師として全然ダメだし。ちゃんと話したじゃない菊池さんと。え、聞いてたんですか？グダグダだったでしょ。グダグダでもちゃんと向き合ったじゃない。やっぱりあなたは逃げるような人じゃなかった。私が思った通りだった。